一回レコーディングします。はい、じゃあね、始めましょう。はい、じゃあ挙手でね、質問とか感想がある人は挙手の方でお願いしたいんですけど、ちょっと聞こえないんでマイクの方で喋ってもらうと思うんですけど、もしいたら、はい、お願いします。ありますか？言っときますけど、なければ即終了のコーナーなんで。せや部長。じゃあごめん、ズームの前で見るね。ちょっと待ってね。じゃあ、じゅんちゃん。はい、じゅんちゃん、わかった。短くね。わかりました。焦るね。はい。感謝してます。わかりました。ですね、ちょっとじゃあ、文章発しとるんで、ちょっと質問ですね。ですね、今回は、私、父親ですね。親父との修行がありまして、お父さんと修行、はい。そうですね、箱根観戦以前、あと、達也部長アドバイスで、今はですね、1階が父親に行ってて、私たちは2階で基本、私は、できるだけ接触しないように、して、一切口を聞かないようにはしていて、すごい穏やかな日々なんです。ところがですね、わがん愛護で、嫌な人にも挨拶程度はした方がいいということで、挨拶ぐらいはした方がいいのかなっていうのと、だけどですね、ちょっとこう、気を許すと、バーって嫌なことまでバーってこう大体言うような性格なんで、それもこう、で、あともう一点はですね、昔はですね、1階部分をマルカンルームに、お座敷広いところマルカンルームにしていたんですけど、今はもう、親父との接触を避けるために、そこはもう使ってないんですね。で、箱のカウンセリングメイン、割とメインで、電話なんで、あまり、それでも困りはしないんですけど、だけど、7倍700万とか、新しいファンデーションとかでですね、で、お客さん、商品のお客様どんどん増えてくると、やっぱり1階部分もマルカンルームとして使える人がいいのかなとか、あと父親と接触する部分が、だけど増えるかなとか、そういうふうなのをちょっと、私では、一個質問です。ああ、分かった。分かった。父要さんとは、なるべく会いたくないってことだよね。そうなんです。だけど、1階部分を。合わない。合わないようにしないと、逆に。身内でもね、相性の合わない人と会っちゃダメだよ。なるべく離れてくださなるい。べく離れてくださで、い。お店とかにもそんなこだわんなくていいよ。なんかお店をやろうと思ったら、どうしてもお父さんって思っちゃうんだから、お店持たないでやればいいじゃん。素晴らしい。聞いてよかったです。本当に、鳥さんと同じだろうと言われる達也部長なんで、本当に、もう、すごい癒しの効果が、感謝です。で、あと一個はですね、翔子先生の持ち時間ということ、翔子先生質問ない人ですけど、ですね、ネットショッピングについてなんですけど、いろいろこう、ネットショップやると手数料とか引かれるから、英語で言うとちょっともったいな、700万とかなった時に、英語で言うとちょっともったいない、もったいないなっ英語てじ気ゃん、持日ちも本ある語んだ。ですけど、そうですね、カード決済とかでお客さんやっぱ便利かなとかも思うし、あと、その辺、なんかアドバイスを。これはもちろんこ手れ数は料だもけちろど、今ほらんネットショップで今結ほら構当たネッり前トみたいになっちゃってショップで今ほらネットショップで結構当たり前みたいになっちゃってるから、だから、店を持っ店てをる持人ってにる考え人るから、そうするとね、こういう部分もちょっとなんか、ある程度手数料としあるて程度活用手数料しとしていいていいんじゃかないかな。な。だっいいてかおな。店持たなけけどれおば店持ね、たなければショッピングね、がメインショッピなんンで。グがメインになる。メインかどうかわかんないけど。メインかどうかわかんない。素晴らただそしい。の辺も好きでいいただや。その辺も好きでいいよ。で、どうしてもカードが嫌だとか、カ電ードが話が嫌嫌だだととか、か、ネッネットト決済決が済嫌だとかだったが嫌ら、だとすぐか、取引できる方法を考えればいいじゃん。取引できる方法を考えればいいじゃん。そうですね。今は、試験的にではあるんですけど、マルカンの公式ホームページに、つなが、あの、えー、つ、つないで、そこで商品とかの、の、あの、載ってるんで、それで気に入った商品を選んでください、みたいに、いいんだ、いいんこうだ。言う。いいんだ、いいんだ。やり方あ、自本当由ですでか。すよ。やり方自由ですよ。だから、もったいもなんかもう、ったい手数料ももったいないと思ったら、現ない金取引できる方法を考えればいいじゃん。方法を考えてみる。うん。うん。
ね。わかりました。大丈夫。ありがたいです。はい。いい感じ、感じやってます。はい。あと、中村さん、ごめんね。お待たせしちゃって。どうぞ、ズームの中村さん、手挙げてくれてたよね。はい。どうもありがとうございました。はい、感謝します。うん、あの、アッホーの話なんですけど、はい。あの、たまに自分がなんか忙しくて落ち込んでたりすると、昔あったようなこととか、昔、今現実にはないけど、昔であった出来事、言われた一言にくよくよしちゃうことがあったりする。はい、はい、ありますよね。はい。そういう過去の方、心にも、アッホーって聞いたりしますか？これは素晴らしい質問です。過去の自分にも全然やっちゃっていいです。ただ、あの、間違えないでほしいのは、今の自分にダメ出しする気持ちでやらないでほしいんですよ。だから、要は過去のことを思い出してくよくよしちゃうことって人間あるじゃないですか。あの時なんでこんなこと言っちゃったんだろうとかね。なんでこんなことやってしまったんだって急に思い出すじゃないですか。そういう時に過去の自分に対してアッホーは全然効果ありますよ。だからどんどんやってください。そして、まあ、これは、なんつう、覚えてなくてもいいんですけど、過去のこう、ダメなことっていつまでも覚えてて結構嫌な気分になっちゃう人って結構いると思うんですよ。だから例えば、よくひとりさんの過去は変えられるって話があるのね。で、あの、過去って、じゃあね、あの、昨日もちょっとちらっとあったんですけど、みんなって嫌なことって覚えてるのって実は自分だけなんだよって話があるの。わかります？だから例えば失敗談にしても、なんかやらかしちゃったことにしても、ずっと覚えてるのは自分だけ。そして、人の、なんか他人の人ってね、結構覚えてないのよ。じゃあ一番わかりやすい例で言うと、よく皆さん芸能人で、なんかやらかしちゃって出られなくなっちゃった人っているじゃないですか。その当時は大騒ぎされるよね。復活した時にこの人何やったんだっけって思わない？そう、だから、それと同じで、覚えてるのは自分だけなんですよ。だけど思い出しちゃってくよくよしてる時は、その過去の自分に向かってアップをやっちゃってください。そして過去を変えられるっていうのは、自分の都合のいい過去に変えちゃっていいんですよ、それ。で、もうちょっとじゃあ分かりやすい例で言うと、ひとりさんって学校行ってないって話有名だったのね。中学校、小学校もあんまり行ってないと思うんだけど、中学校もほとんど行ってないんですよ。給食しか食べに行ってないのね。本当に。で、給食だけ食べて帰ってきちゃうんだけど、で、ひとりさんがその、なんつ、卒業した後に同級生に向かってずっと言ってた言葉があるのね。あのね、って俺も生徒会長で大変だったんだってずっと言ってたの。そしたら、あのね、最初の頃は友達が、え、斎藤何言ってんのとかって言って、お前学校来てないじゃんって言ってたんだけど、そのうち何回も何回も言ってたのに、友達が信じるようになっちゃったの。そして斎藤も生徒会長で大変だったよなとかって。だから要は人の記憶ってそれぐらい曖昧なのよ。そして覚えてるのは自分だけです。だから嫌な記憶も勝手に自分なりにね、改ざんしちゃっていいんだよって。要は自分が気分が良くなればいいんだから。で、じゃあどういうふうに変えればいいんですか？例えばね、これは例え話なんだけど、あの、親がね、いつもすごい私にうるさくて、ってね、すごく、もっと極論なんだけど、すごくいつも殴られてたとか、なんかすぐね、怒るときにね、なんかそのビンタされてたみたいな、ちょっと悲惨な話って覚えてる人結構多いじゃないですか。これをそのまま人に話したり、自分でも思い出したりすると辛いよね。でもその時に、あのね、10回中7回はね、殴り倒してたでいいのよ。別に自分の気持ちが軽くなればいいんだから。で、別に事実なんか無理やり掴んでなくていいの。過去ね、こんな辛いことがあったんですって思い出したら辛いのは自分だけなんだし、聞いてる方も辛くなっちゃうんだよねって話。だから、過去はどんどん変えちゃってください。自分の都合のいいように。そして、自分の波動が軽くなればいいんだよ。それでも思い出しちゃった時は、今言った中村さんが言ったように、アッホーをどんどん自分にやってください。そうね。で、アッホーをやって少しずつでいいから、自分の過去をね、自分の都合のいいように変えていっちゃって、今思い出した時にね、ちょっとでも気分が軽くなればいいんだよって話覚えておいてください。これどう？この話で。うん。ありがとうございます。ちょっと自信があるというか、なんか一個進めそうな気がします。ああ、よかったです。ありがとうございます。そうね、どんどんやってね、過去の自分でやらかしちゃった自分にアッホーをどんどんやっていいんだよ。そしたら前に進めると思うよ。で、ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんので何かございますか？挙手の方で。はい、はい、どうぞ。あ、全然、全然いいですよ。感想なんですか？あ、全然、感想、はい。私ね、申し訳ないんですが、鈴木達也さん、今日初めて知ったんです。素晴らしい。すごい感動しちゃった。感動したあの話で。すごい楽しくて。あ、よかった。斎藤ひとりさんが、うん、私は斎藤ひとりさんとは思いかかったことないんです。はい。話を聞いたりしているだけなんですけれども、はい、実は、50数年前に、うん、新小岩に、うん、
嫁に行ったんです。おお、そうだったの。なんと、うん、斉藤ひとりさんが、うん、よく行ってた神社。神社、はいはい。あそこ、うん、よく行ってたんです。そうなんだ。それでなんかすごい近親感っていうかね。うんうん、親近感が、うんうん、親近感、親近感ね、素晴らしい。斉藤ひとりさんが大好きになったんですが、はい。もう本当にね、あの年齢はひとりさんと近いんです。あ、多分ね、そうかもしれないです。はい。うん、それで。なんであの時もっと知ってたらばっていう後悔してるんですけど、後悔してる今ね、うん、今日特に来て鈴木達也さん本当に大ファンになりました。嬉しいです、ありがとうございます。本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。嬉しい、ありがとう。いやいや、そんなそれが言いたくて心からの ありがとうございます。感謝します、嬉しいです。いや嬉しいわ。いや結構ね、鈴木達也さんって誰ですかって結構言われるでもいいと思う、それで。でそれから知ってもらえればね、あのだってみんなだって知らない人はね、やっぱり知らないじゃないですか。でも知ってもらって、あ、こういうことをお話してくれる人がいるんだって知ってもらうだけでも本当にありがたいです。嬉しいですよね。よかったです、ありがとう。もうこれも岡村ちゃんのおかげだね。ありがとうございます、ありがとうございます。いい感想でして嬉しいです。俺もね、あれ一人さんに面倒からねありがとうございます。はい、じゃあちょっと待って、なんか YouTube でも質問来てるね。感謝します、小6の娘がとても私と、これなんていうか書いてん、逆かな、逆で、とても気が強く、学校では仲間意識が強く、友達や自分の悪口を言っている人たちに容赦なく噛みつきます。おー、素晴らしいですね。家では優しいし、ひとりさんのことも大好きな娘ですが、やられたら倍返しの性格はこのまま見守る気持ちで良いですか。たまにどうしたらよいか分からなくなる。ああ、なるほどね。親御さんはすごくもっと優しくってね、そんなに言わなくていいんじゃないみたいな感じで、娘ちゃんはすごい気が強いから、どんどんお友達とかにもね、なんかやられたらやり返すみたいな感じで。もこれは全然いいんじゃないですかね。あの、おとなしくね、何も言わないでとか隠すような子よりかは全然いいと思うんで、どんどんこれはね、あの、どんどんやってください。っていうか、もっと言うとね、これは言い方がおかしいんだけど、いじめみたいなものは隠そうとするからおかしいんだよ。あれって昔ひとりさんが言ってた話があるんだけど、もしね、じゃあもしひとりさんのなんか子供がいじめられたらって、もしもシリーズがあるんだけど、これはひとりさんだったらどうするよって話、別にみんなにやれって話じゃないからね。あの、もしひとりさんが自分の子供がいじめられたら、あの子供にちょっとなんか3日ぐらいどっか隠れてろって言うんだって、家とかに。そんで学校に向かって、うちの娘がいなくなったとかって言うんだってそれでどう責任取るんだって、要は大騒ぎしちゃうんだって。そうするとやっぱりなんか、ああいうのって学校とかも隠そうとするんだよ。だから隠そうとするから余計おかしくなっちゃうんだって。大騒ぎして公にしちゃった方がいいんだって。そしたらいなくなったって言うと普通大騒ぎになるじゃないですか。で3日後にひょこっと出てくるんだそうで、なんかあったらどうするんだっていうぐらいの気持ちで迫っちゃうんだって。そうすると、なんつう、そういう隠さないでね、公になるからいいんだよって話があって、で、やれって話じゃないからね。そう、こういうのね、そう。まあでも、いいと思うよ。本当にね、なんか人一倍気が強くてね、言うことがちゃんと言えるんだったら、社会に出ても心配ないと思うから、まあ親御さんとしては徹底して味方してあげてくださいね。やっぱりさ、ね、娘ちゃんでも何でもそうだけどさ、世の中に味方がいるっていうだけで全然違うと思うからね。そう、だから、あの、自分の味方になってくれる人がいるっていうだけで心強いから、味方になってあげてね、娘ちゃんにはね。で、以上です。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ皆さんので何かありますか？はい。はいはい、どうぞ。はい。さっきの、はい。さっきの、はい。アホについてなんですけど、はいはいはい。声を出せないとき、うん。相手が近すぎるとか、はい。悟られたくないときに、わかります。でも やりたいっていうときに、言葉を出さずに、心の声でいいですいや全然、だから声に出さなくても大丈夫です。真面目な人って言霊でね、あの、やっぱ音に出して、ね、言った方がいいんですよねって質問があります。これは全く出さなくていいです。で、実はあの YouTube でもコメントがあったんだけど、なんかね、すごい職場でアッコをねやる人が現れたんだって現れたってのすごいよね。現れたんだって、まあ多分女性だと思うんだけど、で、その女性がね、あの、娘ちゃんの前で、あ、もうすっごいね、本当にもうムカつくから、あっこやりまくってたの、娘ちゃんの前で。そしたら、ママ怖いって言われたんだって。
でママ怖いって言われて、それから心の中でやるようにしたんだって。そしたら、まあ、その人がコメントで書いてたんだけど、そのコメントにはなんかその意地悪な人の取り巻きみたいな人がいたんだ。だからその人だけじゃなくて、やっぱ取り巻きさんもちょっとなんか意地悪みたいなっぽいことも、自分もまあわかんないけどね、取り巻きみたいな人がいたんだけど、その取り巻きみたいな人が全員こっちの味方になってくれたんだって。そしていじめる人がちょっと一人孤立してるみたいな状況になっちゃったんだって。だからすごいね、やってよかったですって感想を来てたよ。だからこれは心の中でやっても効果絶大です。だ、皆さんもやっぱできない時あるじゃないですか。だって職場でいきなり上司にガーって言われてさ、お前何やってんだみたいな感じ言われたら、すいませんみたいな感じになるけど、こういう時にアッコーだって言ってさ、みんなの前でアッコーってやれないよね。鈴木さん何やってんですかって言われるから、これは心の中で全然いいです。そしてこれもやってるつもりでやってください。そう、心の中で。で、まあ、やれるときはやってくださいね。やれるときはやった方がいいけど、心の中でこのポーズをやりながらこうやってもすごい効果あるから、これはどっちでも大丈夫です。だから、本当にやれない場面のときは心の中でアッコを何回もやってもすごい効果あるよって。だってね、例えばさ、なんつ、ちょっと言い方おかしいけど、今のそのカスハラの話もちょっとしたじゃないですか。カスタマーハラスメントでさ、お客さんの面前でね、お前なんとかとかって怒られてる時にさ、なんでもすいませんとかって一応表面上言うけどさ、いきなりなんかこうやってできないじゃないですか。そしたら謝りながら心の中でこれやってればいいんじゃない。そしたら自分もそこまで落ち込まなくて済むと思うよ。そう、表面上はね、すいませんとかって言ってればいいと思う。でも心の中でずっとこれやってれば、そこまで自分も責めなくて済むんじゃないかな。そうだからね、いいの、カスハラみたいな人って、ね、昔はお客さんは神様ですみたいなね、あれがあったからさ、お客さんにはね、何でも言うこと聞くみたいな風潮もあったけど、今いい時代だから、どんどんね、カスハラね、カスハラ野郎にはカスハラでもどんどんね、そうやっちゃっていいんだよっていうのを覚えておいてねって話かな。あと、まあお家なんかでもね、よくさ、モラハラとかいろいろあるじゃん。なんか旦那さんがね、すごく自分のことをバカにするとかさ、まあ分かんない、逆もあるんかもしれないけどね、意外な奥さんが旦那さんをバカにすると結構知られてないけどあると思う。まあどっちにしても、自分がね、こうちょっとモヤっとしたりムカッとしたら、これはね、もうアッコをすぐやってください。だから要は自分を責めちゃダメだよって話、ひとりさんをガス抜きも必要だよっていうのをね、覚えておいてね。だから本当心の中でもやってくださいね。以上です。ありがとうございます。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、皆さんのでございますか。はいはい、どうぞ。はい、ありがとうございました。初めまして。あ、初めまして、よろしくお願いします。嬉しいです。あ、嬉しいです。はい、で、感想とちょっとした質問なんですけど、はい、感想は、はい、お家が汚いっておっしゃったのが、はい、すごく嬉しかった。あ、嬉しかった。じゃあ、私は綺麗ですって言いたいんですけど、うん、時々汚くなるので、うん、で、ひとりさんはお家綺麗にしなきゃダメだよって言ってるのを、皆さんもね、聞いたことあると思うんですけど、そうやって言われてるのを聞こえてくるわけですよ。わかる、わかります。だけど、できない時もあるわけです。わかりますよ。だけど大丈夫とおっしゃってたから、うん、いいのかなっていう、だから良かったなっていう思いと、あ、でもどうなのかなって、うん、わかります。なんかちょっとね、相反する。で、まあ、昔確かにひとりさんも綺麗にしてね、綺麗なところには神様が宿るよとかね、お家も綺麗にするんだよとかって言うけど、最近のひとりさんはね、俺たちのね、信じてる神様、そういううるせえこと言わねえんだって。でも確かに私も汚い時もあるんですけど、うん、いいこといっぱいあるし、うん、お金も入ってくるし、うん、おかしいなって思ったりはするんですよ。そうだよね。だからどうなのかって、なんか綺麗にはしきれてないんですけど、うん、どうですか。いや、いいの。だから要は、これって好みの問題だと思うの。例えば、ものすごく綺麗にしてる方がね、すごく気分がいいって人もいるんじゃないですかね。で、あと、俺なんか、まあ、綺麗、もちろん綺麗にしたらしたで気分はいいんだけど、ちょっと物は置いてあっても気分いいのよ。で、要は、自分の気分の問題だと、なんかゴミとかね、ゴミじゃないけど、なんかいろいろこの辺に置いてあって、なんか気分が悪いなって言ったら、多分波動が下がってる時だと思う。だけど、置いてあっても気にならないんだったら、多分それは波動がいいんですよ。そう、だから、要は世の中って断捨離がいいとかね、綺麗にする方が神様が宿るみたいな、なんかその一辺倒じゃないですか。俺たちは別に自分の心の持ちようで、なんていうか、ちょっと言い方おかしいけど、なんていうか、少し汚いぐらいでも安心するっていうんだったら、多分そっちの方が波動が。いいか。安心するってことは私はないんですけど、ね、まあ、まあ、わかるべ。でも、汚くても、まあ、楽しいなとか、そう、あと私、宮本真由美さんが好きで、
はい。ちょっと物にしていいですか。あ、いいです、してください。うん、なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなるって。素晴らしい。それをやるんですよ、一人でいても、うん、夜中でも。わかります。夜中でも素晴らしい。やってお風呂でもやるんですけど、だからそういうことしてると散らかってても、きれいにはしようと思ってるんですけど、散らかってても。割と大丈夫ですよね。大丈夫ですよ。そういうことでいいですかね。いいです、全然いいです。じゃあ、そういう神様がついてくれる。そう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 、ちゃんとそういう神様がついてくれるし、はい、あと、やっぱ人間だから、特に女性なんかそうだけど、やっぱ疲れて動けないって時もあるじゃないですか。で、またさ、じゃあね、代わりに、まあ、わかんないけど、一緒に同居してる男性とかがいて、でも私も疲れてるんだけど、あんたやってよとかって、たまにやってもらうとさ、やってもらわない方が良かったっていう時もあるじゃん。洗い物とかも頼んだらさ、たまには洗い物ぐらいしてくんないって言ってさ、やってもらったら全然洗い残しがあってさ、あのね、また結局私がやるみたいなさ。まあで、あとやっぱりほら、どっかね、仕事で疲れてるとか、旅行行ってね、出かけてきて疲れてる時はさ、片付けもできない時もあるし、今日はいいかっていう時あるじゃないですか。そういう時は全然無理してやらなくていいよ。自分の体にムチ打ってね、綺麗にするとかってまでなったら、なんかちょっとあんま完璧主義みたいになっちゃうから。だから普段からほら綺麗好きの人って簡単に言うと綺麗にするのが好きな人なのよ。そうだから、あ、まあ、別に汚好きとは言わないけどでもあのほどほどでいいと思うよ。あんまり完璧にしないでいいよっていうのがね、ひとりさんが言いたいことかな。だからあの全然ね、ひとりさんがそのなのだって本社とかにもね、いろいろ物が置いてあった結構さ、本社にも物が結構どんどん増えちゃってさそう、でもそれでもね、全然ひとりさんの波動が落ちてるわけでもないし、だからあんまり完璧にしないでいいよ。まあでももちろん綺麗にできるとか元気があるときはすればいいし、もう本当に自分が楽しいなって、体が軽いなっていうときにやるっていう程度でいいと思いますよ。そんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。感謝してます。素晴らしいです。いやでも女性って偉いよね。なんだかんだ言ってさ、結構ね、男性に任したらね、ちょっとできない部分とか結局女性がカバーするじゃないですか。そうだから、あのそういう意味ではね、女性は偉いと思うよ。なんか男の人には頼まねえ方が良かったってこと結構あるじゃん、お家のこととか洗濯とかさそう、俺らがたまに自分で洗濯やるとさ、ポケットにティッシュが入ったまま偉いことになって、後で真っ白になっちゃうレシートとかねあとさ、俺あれよく、まあ、これはね、勝手に俺の独り言だと思ってもらいたいんだけど、あの洗濯物もさ、よく女性とかって結構分けるじゃないですか、分別して、まあ、これは普通当たり前なのかな、なんか分かんない、なんか俺その感覚が全然分かんなくて、全部一緒に洗っちゃうのよ。全部全部です。靴下もパンツも全部一緒に分かんないけど、でも洗えば同じじゃねえと思ってるから、あのなんか分かんないそれ後で怒られてるんですよね。まあいいやまあね、独り言です。はい、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、皆さんの何かございますか、うん、あ、はいはい、あ、じゃあどうする、2人同時に上がった、じゃあ先に、はい、どうぞ。あ、ありがとうございました。とても素朴な疑問。あ、素朴な疑問、はい。ひとりさんのお名前ってなんでひとりさんなのかなって。なるほど、これは結構出る質問。あ、それがいい質問で、はい、全然いいです。なんかね、これはひとりさんって7人兄弟の末っ子なのよ。そして多分お母さんがもう最後の一人にするって話わかんない、ひとりさんから聞いた話だ。最後の一人にするから斉藤ひとりにしたらしいですよ。そうで、名前の由来は多分そうだって聞いたことがあるかな。そう、だからね、なんかひとりさんちもすごい面白いお家だよね面白いか、いや結構ひとりさんエピソードいっぱい面白い話があって、いや実はひとりさんのお母さんはすごい働き者だったの。まあお父さんはあんまり本とかにも出てこないけど、なんかお父さんはいわゆる遊び人だったらしいで、分かったけどまあ分かんないけどね。まあで、まあね、結構ひとりさんのお父さんってそれこそ日本全国あちこち旅してたんだって。だから風天の虎さんみたいな人だったみたいよ。まあそれはいいんだけど、だお母さんはすごい働き者だったんだって。でもお仕事もすごいしてて、自分で商売やってたから、ひとりさんちのお母さんが商売ってね、本当に順調にいけば1年に1軒家が建つっていうぐらい働き者の人だ。本当にそれやったらしいよ。1年に1軒ずつね、子供たちのために家建ててあげたらしいからね。いやそれぐらい働き者だったんだけど、いやそれおかしいエピソードがあって、ひとりさんが小学校ぐらいの時かな、なんかワイシャツとかさ、服とかってやっぱ高い服とかあるじゃないですか。そしてなんかひとりさんがなんかすっごいなんか一着何万円もするワイシャツがあるって聞いて、すっ
ごいびっくりして、ワイシャツで何万円もするなんてね、こんな服があるんだとかと思って、ものすごいびっくりして、あの帰ってね、お母さんに、お母さんが、ま、お母さんって言ったのが、おふくろって言ったのが、おふくろってなんかね、すごいあのワイシャツで、ね、何万円もするっていうなんかメーカーの服があるんだってって言ったらね、お母さんが一言ね、あんたの着てる服それだよって言われてそれでさらにびっくりするって話が伊藤さんすごい面白い人だ。あと皆さんってバカラってグラス知ってます？バカラのグラスって高いやつは1個何十万とかするのよ。で、あのひとりさんとかそういうの全然興味ないから、あのなんつうなんかオレンジジュースをねコップに入れて飲んでたんだって。でなんかテレビでたまたまバカラのグラスって何十万もするんですみたいな感じで、でそれでなんか近くにいる人になんか、ってこんなグラス1個で何十万もするんだってとかって言ってたら、ひとりさんってそのグラスバカラですよって言われてそしたら急にそのオレンジジュース飲んでるコップが怖くなっちゃって、割れたらどうしようって思って怖くなってオレンジジュースが飲めなくなっちゃったり、ほんとひとりさんって面白い。あとね、あの皆さんペルシャ絨毯って知ってます？ペルシャ絨毯ってもう高いやつはなんか1枚何千万とかするんだってね。で、あの本当にあのこれもねまた同じような話なんだけど、なんかそれもやっぱオレンジジュース飲んでたんだって。それでなんかそれもやっぱりね同じようなパターンで、テレビでペルシャ絨毯のこと見て1枚何千万ですとかって言われて、ってこんな絨毯があるんだって、ひとりさんの上に乗って、あね、ひとりさんが今乗ってる絨毯ってペルシャ絨毯ですって言われて、でそれもオレンジジュースが怖くて飲めなくなっちゃって、こぼしたらどうしよう本当にひとりさんってそういう人だから本当にね、みんなが知ってるひとりさんって、本当岡村ちゃんもさっき言ってたけど、普段のひとりさんってめちゃくちゃ面白い人なんです。すごい楽しくって、そしてじゃあみんなね、いわゆるお金持ちとかセレブとかって思ってるから、何かこうなんて普段食べるものがみんなとはちょっと違う特別なもんと思ってる人が多いんですよ。だけど俺たちは全然違う。普段行くのも定食屋さんだよ。でもっと言うと、みんなが絶対入んないのお店入るからね。本当に本当にこんな、ちょっと言い方悪いけど汚いこんな汚い店入ったりとか、宿とかもほんとお化けが出そうだよ本当に夜とか怖くてお風呂入れないとか、それぐらい怖い本当に、いや本当だよ、お化け出そうなこともある本当に。だから俺でもそれでもすごい楽しいね、やっぱり。でそういう宿とかのがね、後で思い出残るのよ。それさっきのね、ほら講演会の中でも言ったさ、そのさっきの宿みたいな、そういう笑える時って後でずっと覚えてるじゃないですか。でひとりさんとの旅も本当にね、笑える旅ってずっとなんつう笑えるっていうか、あの本当すごい楽しいよ。で俺たちあんまり、ね、贅沢とかってしないっていうか、贅沢なもんが体に合わないって言えばいい。だから和牛とか食べると下痢しちゃうんだよ本当にさ、そうお肉とかも高いって言うと和牛とかじゃないですか。和牛食うと胸焼けしたように下痢までしちゃうなんか体に合わないでね、また宿とかがなんかわざと気使って高いものとか出してくれる時あんのよ。でもひとりさんがね、なんか隣の部屋がアジフライ定食とか頼んでるの見ると、あれがいいですか俺たちはうなぎとかだってすき家とかで食べるんだよ本当に。だからなんかそういう高級なとことかね、なんか合わないって言っちゃうかわいそうか、なんかね、あの行くと気使うしさ。で宿とかもね、高級な宿泊まったことある人だってわかると思うけど、ご飯の時とかってさ、中井さんとかがさ、なんかタイミング見て持ってきてくれるじゃないですか。あれね、すごい、こうやって言うと怒られるんだけど嫌なの何が嫌だって、見張られてるみたいで嫌だそうだ、自由がいいかな。本当に楽しいです、俺たちの旅は。本当に贅沢もしないし、あの本当にね、みんなと変わりないですよ、生活も。全然あのそんなね、ものすごく高いもんね、あの食べてるとか、普段からねお金かけてるってことも全然なくて、本当にみんなと同じ。ひとりさんがよく自分で言うんだけど、俺ほどお得な人間はいないってわけ。稼ぐのは大好きだけど、使うのはあんまり苦手で本当にそうだからね、楽しくあのやらせてもらってます。はい、まあそんな感じかな。な、質問なかったですねあ、ね、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ皆さんの何かございますか。はい、あ、ごめんね。はい、軽いその、感想と質問なんですけど、ぜひぜひ。今日初めて公演参加してもらったんですけど、はい、すごい楽しい。あ、嬉しいです。ずっと笑ってました。あ、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それで、今日
今日の講演の方なんですけど、楽しく過ごしていれば、まあ、いい波動になって、いい言葉を使っていれば、また楽しくなるっていうのも、はい、自分の人生を振り返ってみて、確かにそういういい言葉を使っている時とか、楽しい気持ちで行動している時の方が、やっぱり楽しくなってきたりするんで、はい、より一層それを、なんだろう、イメージしてこれから過ごしていこうと思いました。素晴らしい。はい、ありがとうございます。質問の方なんですけど、はい、YouTube の動画を 2,3 年前くらいから聞き始めて、はい、さんの、はい、でそれで、伊勢神宮の方も楽しそうだなと思って、はい、行ってみたんですね、はい、でそうした時にちょっと自分の中で伊勢神宮行った時に体調が悪くなったり、うん、その後仕事とかちょっと問題があったんですけど、あ、これってなんかメッセージかなと思って、自分の中でいろいろ改善して人生を良くしようっていうイメージかなと思って受け取って、で過ごして、またしばらくして伊勢神宮行ったりっていうのを繰り返してたんですね、はい、楽しそうなんで、はい、でそしたらちょっとやっぱ症状とかがやっぱ起こる出来事とかもちょっとずつなんか、大きくなっていったりしたんですよ、うん、でそういう場合って、あ、いい意味でも行かない方がいいのかなっていうメッセージなのかなと思ったんですけど、なるほど、はい、そうした方がいいのかなと思って、なるほど、はい、これはですね、すごいいい質問なんですけど、要は自分の人生に起きることは乗り越えられない問題って起きないんですよ。だ、必ず乗り越えられるし、乗り越えてきたからね、今こうやっているから、だから行くたびに何か起きるっていうか、まあ、タイミング的に多分そうなっちゃうと思うんですけど、何か問題が起きるっていうよりか乗り越えられるタイミングで来てるっていうふうに思ってもらって大丈夫。今だったらこの問題を自分で乗り越えられる、ある程度のなんつイベントみたいな、ある程度自分で作ってるみたいなところもあるのね。その光の国でちゃんとイベントみたいな、まあちょっと絶対ではないけど、ある程度イベントみたいなのをこう作って、このタイミングでこうなるみたいな、ある程度自分で設定してるみたいなところってあるらしいんですよ。だからその問題が起きるっていうのも、このタイミングだったら乗り越えられるっていう感じで、ちゃんと自分の成長とともに起きてるだけなんで、だから大丈夫です。昔の自分だったらちょっとこれは大変だったろうなとか、ちょっと無理だったかなと思っても、多分今の自分だったら乗り越えられるから大丈夫っていうことで起きてるっていうふうに捉えてください。はい。はい。はい。あ、もちろんもちろん。やっぱり楽しいとかどんどん言ってください。で、別にその伊勢神宮、っていうよりも、なんか多分どこの神社行っても同じだと思うよ。だからね、本当に神社巡りとかすごくいいし、今パワースポットとかって言ってね、すごく若い人たちもいっぱい行くじゃないですか、本当に。で、ただね、覚えておいてほしいのは、自分が楽しく明るく行くと、簡単に言うとよりパワーがもらえるって覚えておいてほしいのよ。そう、だからパワーをもらいに行くってよりかは、さらにこうなんとパワーをつけてくるって言った方が分かりやすいかな。そう、だから自分が普段から楽しくいるとね、よりもらえますよ。ね、はい、ありがとうございます、ね、素晴らしいです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ね、なんか YouTube とかも、ね、いっぱいなんかちょっとなんかいっぱい来てますけど、ごめんなさい、全部読めないかもしれないですけど、すいません。いいお話でした、はい、ありがとうございます。お掃除しなきゃって、あ、お掃除なんでね、自分に、ダメ出ししていました。達也さん、これなんていうかな、うん、質問者さんか、質問者さん、ありがとうございます。ね、よかったね。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。やっぱりなんか世の中ね、お掃除しなきゃダメとかって思い込んでる人いるからね、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫。そう、何回も言うけど、俺たちの信じてる神様はそういううるさいことは言いません。全く大丈夫ですからね、心配しないでくださいね。ちゃんとしなきゃって思う方が大変だと思うよ。はい。じゃあね、時間的に次の質問ぐらいで最後にしたいと思うんですけど、皆さんので何かございますか。はい、どうぞ。最後の質問を私がいただいちゃって、大丈夫です、ありがとうございます。私は結構若い時から霊感が強くて、おで、ひとりさんのことをもう自分の中で先生って呼んでるんですけど、先生、はい、はい、もう先生のことをずっと知ってから、ものすごいスピードで先生にどんどんこう磁石が吸い付くみたいに、どん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 いい縁がこう開けてきて、うん、なんだろう、自分の気持ちの中で、ま、もう毎晩 YouTube 聞きながらとか寝てたりするんですけど、なんていうか、自分が求めすぎてるのか、それとも現実に先生が自分の夢に来てくださってるのかが分かんなくなっちゃうことがあって、うん、なんて言ったらいいんだろう、まあ、ここ数ヶ月の間に、うん、
自分の夢に先生が2回出てきてくれて、ひとりさんがね、はい、はい、で、なんだろう、普通の夢を見てる自分の傍らに先生がもう立っててくださって、で私が、あの、なんだろう、なんでこういうポーズを取るのかわかんないんですけど、先生に対して尊敬の意味、敬意を表して会釈、ああ、バイブは軽く頭下げてるね、はい、はいはい、した時とか、先生がいいんだよって言ってくれて、その時こう言葉をくれたりするんですけど、うん、普通の夢じゃないっていう感覚が自分にはあるんですけど、はいはいはい、実際と、あの、ひとりさん的にそういうことができるのかなとか思ったりして、どうなんですかね、その辺。まあ、結構夢は、ひとりさんの夢は見るとかっていう人もいるんで、やっぱ自分がそうやって強く望んでるから夢に出てきてくれるって思った解釈でいいんじゃない？うん、なんかよく、あの、霊的な感覚で言うと、普通の霊でも夢を破壊して夢に入ってくる霊とかもいるし、そうなんだ、うん、だから先生が出てくるのがちょっと霊的な感覚、普通の自分の個人の夢じゃなくて、あ、脳が勝手に見る夢じゃなくて、うん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 、違うものを感じるんで、もしかして先生本当に来てくれてるのかなとか思ったり、守ってくれてるんじゃない？うん、そう。いやね、ありがたい。いや、よかった。でもそういうなんかスピリチュアルっていうか、ね、霊的に敏感な人もいるからね。はい、あの、我々も本当に、あ、まあ、ちょっとね、今日も時間なかったから全部は言えなかったんだけど、あの、ひとりさんと一緒にいるとね、不思議なことって、本当当たり前になっちゃうのよ。だから、その霊的に敏感な人の話とか聞いてもね、別になんかそういうのって全然普通の話として聞けるのね。普通そういうのってあんまり言えないじゃないですか、予想では。ね、何言ってんのとか、この人とかって思われちゃうからあれだけど、我々は全くそういうのも日常会話みたいな感じだから、ひとりさんと一緒にいると本当に不思議なことがね、当たり前になっちゃうの。本当に、あの、なんていうかな、見えるとか見えないとかってレベルじゃなくて、もうそういうのが当たり前みたいな感覚かなと思って。そう、でも全然わかります。だから守ってくれてるみたいな、心配いらないっていうかね。はい、うん、あの、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。よかった。感謝します。いや、これは余談なんだけどね。あの、なんかね、別に頼んでねえのに占い師さんが見てくれたりするときがあるの。結構巷で有名な占い師さんとかがいたり、なんか霊感が見えますみたいな人がいるんだけど、なんかね、まあその人に見てもらったことがあって、でね、って、あの、まあ確かその時花江さんか誰か3人ぐらいで行ったんだけど、なんか花江さんのことをじっと見てたその人が、なんかその人動物占いみたいなのができるらしいのよ。動物占いね。まずここ覚えておいて、動物占いなのに俺の時はちょっと違うこと言われたんだけど、まずね、花江さんの時は、あ、可愛いとか、リスさんとか小さい小動物がね、周りに守護してくれてますとかってわけ。で、もう一人女性の人がいたんだけど、その人には、なんつうの、あの、あ、なんかね、なんかちょっとタヌキさんとかキツネさんとかね、そういうなんかすごくちょっとやっぱ大きくないけど、なんかそういう動物さんが周りで遊んでる霊さんがついてます。で、俺の番になった時に、なんかその人がじーって俺の顔見た時に、なんかこれはね、みんなも経験あると思うけど、なんかね、良くねえこと言うなって顔してるわけ。わかる。だってさ、なんかやっぱいいこと言うときはニコニコしながら言ってるの。花江さんとかその前の人にはすごいニコニコしながら、なんか、あ、なんか可愛い霊がついてますよとかって言ってて、俺の時にはね、なんかね、顔が真顔になってるわけ。で、絶対あんまいいこと言わねえなって、まあ俺ニコニコして待ってたんだけど、俺ってさ、何がついてんのって、達也さんって。達也さんには、あのね、股間に女性の霊がついてますとか。なんだそれ、あの、大体動物占いになってねえんじゃねえかよ。はい、笑い話です。ね、レイさんもいろいろいるんだね。まあ、それはいいんだけどさ。あとね、まあ、これもう一個言わして、どうしても納得いかないことがあるの。あのね、あの、なんか、あの、それこそやっぱ当たる占い師さんっていう人、勝手に見てよ。でも別にお金払って頼みますとかっていうわけじゃないんだよ。見ますからって、別に俺いいよって別に興味ねえからって言うんだけど、で、じーっと俺の顔見てるけど、またその時まで絶対良くないこと言うなって。そんでね、何言われるかと思った。達也さんって、序南の層が出てますわってわけ。で、いきなり失礼じゃない？でさ、それを帰ってひとりさんに言ったわけ。ひとりさんってなんかね、俺なんか別に頼んでないのに占い師さんもね、女男の層が出てるって言うんだけど、これどう思うってひとりさんに言ったら、ひとりさんが一言、お前なんて羨ましいんだって。
余談です。どうしても言いたくなっちゃうから言いたくなっちゃう。まあっていう話でね、まあでもとにかくそういう霊的なことも含めてね、我々って本当にすごくそういう明るいスピリチュアルを目指してますから、だからあんまり人と違うからね、なんか私はちょっとね人と違うんだとかって思わないで、そういうね体質みたいな人もいるから、だからひとりさんも本当全くその通りっていうか、で今日龍神結界炎とかも投げるから、よっぽどちょっと辛いなっていう時は押しようとかはね、さっきも言ったようにこの四隅に置いて結界っていうかね、簡単に森状にして、なんかその場で結界になるから、そういうのもやってみるといいと思うよ。だからやっぱ辛い時はね、体調がなんかちょっとそういうのがね重いなって感じる時は、そのこういうな四隅に置くとすごくいい結界になるから、やってみるといいよって話。じゃあどお塩を入れた、まだ入れてない、もう入れてくれた、ありがとう、もう仕事が早いね。じゃあね、そしたらこの後はね、ちょっと龍眼とお塩のねお授けがあるんで、じゃあちょっとねこの動画系はバイバイしましょう。じゃあ皆さんちょっとお願いがあるんですけど、今ねインスタと YouTube あとねズームつないでるんですけど、この3つをねちょっと54321皆さんがバイバーイってずっと言ってる間に一緒に切りたいと思います。はい、なんで動画の皆さんごめんなさい、ちょっと、ね、一斉に切りますから、だから今のうちバイバイしとかね、バイ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 ありがとうね、一斉に切りますありがとうございました。はい、じゃあそしたら先に YouTube、インスタ、Zoom で切ります。はい、じゃあ皆さん54321バイバイでお願いします。いきます、せーの、54321バイバイ、またね、ありがとうございます。じゃあ先にね YouTube の人バイバイ、ありがとうね、いつもありがとう。はい、終了。はい、でインスタの人バイバイね、ありがとうね、バイバイ。はい、終わり。はい、はい、で、ズームの人バイバイ、ありがとうね、なんか今日ありがとうございました、いつもありがとう。ね、ダラダラしないです。すいません。ありがとうね。はい、じゃあ切ります。ありがとう。